辛くなりませんか。もう見た目でわかりますか、反り腰ですかね。そんな、ね、背中そうなってるってことはそれと反対方向に必ず、はい、反るので、まあ、反り腰やめると背中がまっすぐになって、この辺しんどいよね。そうなんですよ、まさに。あ、反り腰の人は背中が丸くなってるところはやっぱりそっか、うん、まあ、どっちが先かはわからないですけどね、反り腰だから背中がこう、そうなんですよね、反対になるようにバランスを取ったりするし、あと首もあるかな。反り腰は意図的に直すことはできるんですか。直せますよ、自分からダンス変え方なので。マジか、うん、これも直せます、直せますっていうか、もう自力で変えられる、その骨格矯正とかそうじゃなくても使い方の使い方、もう最初のこの足の裏を押す時点からもっと強くって言われちゃうことが多いんですよね。好みだから、あ、強めが好きなんですねからいろいろ聞いてみたら、あ、そうなんですか。そこで、まあ、なんていうの、構えるでしょ、はいはい、それまず取っ払いたいね。その中でのもっと強くって言われた時の反応、はいはい、なんかこう 怖いっていうか構えるっていうかさ、はい、なんか、はい、満足してもらえるかなとかいろいろ考えちゃうわけじゃない、はい、うん、そこをさらっと受け流せるように、はい、と押し込みすぎかな、はい、手前で止めても大丈夫、待って待ってばキック、そうそうそう、強さはいかがですか。どう聞いてる。え、今聞いてきました、うん、あ、最初が強すぎた。なんかね、勢いでギュッていっちゃってるので、はいはい、体がうって力入れちゃってる、はい、から入っていかないなと。受け入れてもらってね、ちゃんと。そう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 。これでこの感じいかがですか。入ってきてるよ。場所が違う、深さが違う。今来ました。じわじわ。ふくらはぎよりも下の方がなんかそんな感じなのかな、私。敏感なのかもしれないし。うん、やりづらい内側です。うん、はい。難しいですよ。ちょっとこの辺なんですよ。今ちょっとずれた感じです。角度ですかね。横から入れすぎなんでしょう。斜め上。下向き。はい。うん。あと押し込んでる、やっぱり。押し込む。うん。指が、はい、沈んでいくのをちゃんとこう。うん、味わいながら入れていく。そう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 。こっちに立てて、この角度すごい難しいんですよ。こっち立っていい？こっち立ったらどうするか。この辺がやるかな。ここにいたらやりづらいですよね。極端だけど。ああ、そうですね。こっちから斜め前に手を出していれば、はい、ちょっと覗き込む感じで。あ、ちょっと覗き込む感じで。そう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 。あ、覗き込んだらこっからこっちに行きやすいじゃん、はい、この状態でこっちに押すってすごい不自然ですよね。はい、うん、覗き込んで、うん、で押していく方向を定めてね。ちょっと斜めにずれてるかもしれない。前にずれてる、うん、こういう感じ、うん、で、じゃあそんな感じ、ちょっと抜いていきましょう。力ねじ込まないよね。強さいかがですか。あまり聞いてない。なんていうかな。感覚教えて。どんな感じ。感覚、うん、押された感じの印象だったり、あの自分なりの好みでもあると思う。心地いいとか、なんかもうちょっとこんなイメージの方がいいとか、なんでもいいです。あ、今でも気持ちいいです、うん、あ、いいですか、はい、あ、よかったです。早いんだよね、押し込むのが早い、うん、もっと見られてるとなんか緊張しますね。悪くはないんだけど、もっと、はい、ちょっとこっちやりますね。はい、例えば、今どんな感じですか。もうちょっと深さが欲しいですか。
書いてどうなのかちょっと見てみます。こういう感じ。ああ。鋭くはない。うん。きつくないですか？大丈夫ですか？うん。横に指添えてるんですね。じゃないんです。多分やってるのとこういう入り方。ああ言われてみれば近い。押し込まれてる感じ。横に押し込んでる感じ。スピードというか指の力み方というか、あの見た目じゃな、はい、見た目だけじゃなくてね、はい、で私がやっているのとこういう感じ、違いが分かるかな。入り方の違い分かります。もう一回いくね。じゃあ3的にやるとこういう感じ。はい、うん、で、そのやり方だと、違うのは分かる？確かに、うん、どう違うのか言える？難しい、なんかこう前まで筋肉をこう、うん、なんていうのかな、こう押され、押されてる。そう、こっちをしてほしいの、なんかこう、押し込む、結構でやると、うん、こういう押し方じゃなくて、うん、じゃなくて、こういう押し方。柔らかい刺激、うん、でも深くというか、別に浅くて足りないわけじゃないですよね。そうですね、うん、こうすると若干抵抗するんですよ。そうですね、なんかいてっていう感じ、うん、クッて構えちゃうよね、うん、かそれをさせないように入れていきたいので、なのでこう相手に受け入れてもらえてるかを確認してねっていうのを言ってるのね。真ん中はこうの方です。今井さんはここなんですよね。形はどうでもいいです。あの、それは後ですね。こういう感じです。置いて上半身を乗せて、あ、ちょっとやっぱ速いって、うん、今思った。スピード的に速いんじゃなくて、まあそれもあるんだけど、うん、あ、一緒になってないってこと。ああ、うん、なんか受け入れてもらえてるより速い。これぐらいな感じですか？ちょっとじんわり、うん、ちょっと近づいてきた。これ内側が問題なんですね。うん、やり方一緒。まずその感覚が分かっていること、はい、うん、その感覚に今この角度に変わった時もなってるかなっていうのを自分で分からないと、はい、うん、ここでああだよこうだよって言って修正ができたとしても、はい、現場に戻ってできなかったらね、はい、意味がない。これでいかがですか？だいぶさっきよりは近づいてきてるかな、うん、近づいてきてる、うん、近づいてなんか何が違う、はい、何を変えたらこうなったのか、で、あ、こういう感覚にならいいんだなっていうのを自分で分からないと、うん、誰も違うんですね。はい、うん、はい、後で見たら分かる。圧力か、うん、